アクティウムの海戦は、紀元前31年9月に、オクタヴィアヌス支持派とプトレマイオス長及び、マルクス・アントニウス支持派連合軍の間で行われた、海戦である。海戦の名は、戦場がイオニア海のアクティウム沖だったことにちなむ。グナエウス・ポンペウスの子、セクストゥス・ポンペウスが処刑され、第2回三等政治の立役者の一人で、 最高人議官でもあったマルクス・アエミリウス・レピドスが失脚したことにより、ローマの清争はアントニウスとオクタヴィアヌスの対立へと移った。オクタヴィアヌスの姉オクタヴィアと離別し、ローマとは疎遠になっていたアントニウスはプトレマヨス・朝へエ・ジプトのクレオパトラ7世と結び、東方先制君主の立場でオクタヴィアヌスに挑もうとした。それに対しオクタヴィアヌスは、 紀元前32年親戚関係を考慮し、アントニウスではなく、クレオパトラに宣戦復告した。両軍の夫人。赤がオクタビアヌス軍、紫がアントニウス軍アントニウスは、総司令部をペロポンネッソス半島沿岸のパトラに置き、艦隊をアンブラキア湾へと集結。一方で、マルクス・ウィプサニウス・アグリッパは、アンブラキア湾内を封鎖。 アントニウス軍の動きを封じ込めるとともに補給路の遮断を狙った。翌年の全31年9月2日、アクティウム岬沖で両軍が500隻以上の艦船を投じて決戦が行われた。兵員の数ではアントニウス・クレオパトラ連合軍が上回っていたが、両軍が少し交戦した時点でクレオパトラの艦隊が戦線を離脱し、アントニウスはこれを追って撤退したため、 指揮官を失ったアントニウス軍は陸海ともに総崩れとなって海藻、オクタヴィアヌスの勝利となった。アクティウム海戦の敗北によってアントニウスに味方していたユダヤ王ヘロデラも離反してオクタヴィアヌス側へ転向した。アントニウスはエジプトに帰還するクレオパトラの船を追った。オクタヴィアヌス軍から部下を置き去りにし女を追って戦場を後にしたと嘲笑されたアントニウスは エジプトの首都アレクサンドリアへと逃亡した。アントニウスはクレオパトラが自殺したとの方を聞き、自らも自陣した。クレオパトラ自殺は誤報であったので、アントニウスは、クレオパトラの命令で、彼女の元に連れて行かれ、彼女の腕の中で生き絶えたとされる。クレオパトラもオクタヴィアヌスに屈することを拒んで、自殺した。コブラに体を噛ませての死だったと伝わっている。オクタヴィアヌスは、 これにより、内乱の一世紀に終止符を打ち、地中海世界の統一も果たして、自らはプリンケプスとして訂正への道を開いた。ありがとうございます。